890空挺大隊の隊員。後列左2番目にいる人物が、アリエル・シャロン第101部隊は、1953年から1955年の間に存在していたイスラエル国防軍の特殊部隊。人数は50人程度と少数で、国防軍に復帰したアリエル・シャロンが指揮を取っていた。隊員は、器物やモシャブの出身者より編成された。その主な任務は、 警察、不正規戦、対テロ作戦であり、テロに対する報復のために、イスラエル領域外で行動を行っていた。また、第101部隊はたびたび民間人への攻撃を行ったとされており、パレスチナの難民キャンプを襲撃して20人のアラブ人を殺害した事件や、キビアの虐殺の当事者であった。第101部隊は、その後890空挺大隊に合併され、 空挺大隊は現在第98空挺師団指揮下の第35三派に無空挺旅団として存続している。また国防軍内にて第101部隊と同様の働きをする特殊部隊として1959年にサイエレット・マトカルが登場した。キビアの虐殺は3人のイスラエル人が殺害されたことへの報復作戦をきっかけに 1953年10月14日にヨルダン川西岸のキビア村で実行された虐殺事件である。第101部隊や作戦に加わった他のイスラエル軍の兵士はキビア村にいたアラブ人兵士と銃撃戦を行った末、迫撃砲などよって住民を攻撃し、結果的に42人の民間人が殺害され、15人が負傷した。また、この虐殺により、 この軍事作戦での要職にいたダビド・ベングリオンが政府職を一時辞任した。ありがとうございます。